はい、こんばんは、かりゆし龍神です。声だけで喋ろうかなと思ってるんですけど、たまにはね、なんかビデオカメラでね撮影してですね、なんか編集してですね、ちょっとめんどくさいっていうのもあるので、ちょっと声だけで喋りたいと思っております。なんですけど、本題なんですけどね、あの AKB48 の、まあ、センターにあってるのかな、これ。はい、岡田奈々さんっているじゃないですか。まあ岡田奈々っていう名と言えばいいですね、あの女優の岡田奈々さんっていう方がいるんですね。まあ、あの僕なんかよりはるかに上な、もう高齢者とか中高年あたりの方々は多分わかると思うんですけど、その方がいるんですね。僕あんまりこの女優の岡田奈々さんはちょっとあんまりご存じないので、はい、なんですけど、まあ、その岡田奈々さんもいるんですけど、その方ではない AKB48 のね、岡田奈々さんっていう方がですね、まあなんかね、熱愛報道があってですね、大炎上してるんです大炎上してるんですね。はい、まあね、その 2.5 次元、ちょっとよくわかんないんですけど、 2.5 次元俳優のなんか飯野弘樹さんっていう方がいてですね、まあその方とミュージカルで共演して、それの時に出会って交際に発展してるみたいなんですね。はい、まあそのね、俳優との交際に批判殺到されていて、まあなんか本当にツイッターが特にひどかったですね。岡田奈々さんのねツイッターとかね、あって見てみたらちょっとひどかったので、はい、本当誹謗中傷って思われるものがたくさんあって、ちょっとあれでしたね。本当に引用ツイートが特にひどかったですね、本当に。まあ本当にね、ひどかったですね。何も悪いことしてもいないのに、なんですよ。けどね、まあ、あの、過去になんか、あの、なんかね、NMB48 の、AKB じゃない、NMB48 のね、あの須藤リリカさんがね、総選挙のあれで結婚しますって言ってたじゃないですかはい、まあ、5年前の話なんですけど、その当時にですね、岡田奈々さんはなんか批判してたんですかね、なんかそんなみたいなことがあったみたいなんですね。あのこのことについてね、この結婚しますって言った時に、岡田奈々さんはこのことについてなんか批判していたみたいで、これがブーメランとして飛んでるみたいにね、もう言われてたみたいなんですね。まあ矛盾はすると思いますけど、別にもう人のことって考えとか変わるんですよね、どうしても。あの人の考え、あの自分なりの考えとか、こういうのって更新してかん、あの変わるんですよ。だからまあ矛盾はしてると思いますけどね、まあ恋愛禁止みたいなんですけどね、 AKB48 はね。でも本当に恋愛禁止なんですかね。なんかルール、そのルールがあること自体が分かんないんですよ。秋元康本人がね、恋愛禁止だとも言ってないですし、なんかないのと同じじゃないかなと思ってるんですけどね。はい、だって最近だとね、あのももクロですけど、高木れにさんがですね、結婚したじゃないですか。アイドルですよ、アイドルが結婚なんですよ。なんでももクロは良くて AKB はダメなのかなっていう、ちょっと思いますよね。だってもうずいぶん前だとね、キムタクですら結婚してますからね。ジャニーズも確か恋愛禁止だったと思います、確か。はい、だからアイドルの結婚とか恋愛とかね、別にいいと思うんですけどね、僕的にはね。はい、なんか批判してるのファンでしょ、どうせファンとかね、もうそのオタクとかね、そういう人たちじゃないですかね。なんかなんて言うかな、まあ疑似恋愛とかありますけどね、そもそもアイドルってファンのため、まああると思いますけど、まあファンのためのものっていうのもあると思いますけどね。だからといってね、ファンのために
恋愛しないとか、それはちょっと違うんじゃないかなと思ってるんですよね。はい。なのでちょっとね、ファンとかアイドルのオタクとかね、ちょっと縛りすぎじゃないかなと思いますよ。はい。別にね、本当にアイドルの恋愛は別にもう悪くもないし、してもいいと思うんですけどね。はい。噛んだら祝福させてあげましょうよって言いたいですけどね、結婚の場合はね。はい。まあなので、なんか本当岡田奈々奈さんがちょっとかわいそうですね。ツイッター見てたらね、批判殺到もされていて、批判殺到どころではないと思うんですけどね。もう本当にね、岡田奈々奈さんに向かってこういうひどいこと言う人は許せないなと思いましたね。いつもあの批判殺到で許せないなって言ってますけどね。これネタじゃなくてガチなんですけどね、そもそも批判殺到。批判殺到どころではないと思うんですけどね。誹謗中傷が殺到されてるような感じでしたよ。ほんとかわいそうでしたね、岡田奈々奈さんね。はい。もう AKB メンバー全員恋愛してもいいと思うんですけどね。はい。赤信号渡ればみんな怖くないっていう言葉じゃない、あるじゃないですか。それと同じですよ。あの、アイドル、AKB のメンバー、あの、恋愛したら怖くないみたいなね、感じだと思うんですけどね。はい。まあ本当にね、なんかよくね、アイドルの、まあ、AKB に限らず、AKB は言ってるかどうかわかんないんですけど、なんか、マイナーなアイドルたちがね、なんかみんな、ファンに向かってみんな大好きとかね、みんなのこと忘れないとか、なんかあの、みんなと会いたいとかね、こういうアイドル言ってる人いるじゃないですか。これなんか僕的にはね、まあ個人的なものなんですけど、これ言うのもどうかなって思ってるんですよ。だって勘違いしちゃうじゃないですか。ファンとかね。あ、俺のこと好きなんだって思って、ちょっと、これどうなんだろうって思いますね。だってね、もう昔だとね、アイドルに、まあ、アイドルなのかな、その、女優だったかちょっと忘れたんですけど、殺傷事件があったじゃないですか。まあ、その、傷つけられた、まあ、女性芸能人、まあ、あんまりわかんないんですけど、その女性芸能人は、ちょっと、まあ、今、大丈夫だと思う、命に別状はなかったんですけど、もう何箇所も刺されて、そういう事件があったんですよ。その容疑者が、なんか、相当、熱狂的だったみたいでね、そういうのもあったし、ちょっとね、こういうことが理想で、ちょっと、ね、ストーカーとかあったじゃないですか。アイドルへのストーカーっていうのなんかあるみたいですから、結構あるので、なんか、そういうのに、走らせてしまうんじゃないかなっていうのもあるし、まあ別に、まあ、走らせてしまうって言い方はあれですけど、別にアイドルが悪いわけではないんですけど、そういうことになっちゃうっていうのもあるし、まあちょっと僕の、余計なこと言ってるんですけど、ごめんなさいね。まあとにかくね、もう岡田奈々さんの恋愛は悪くはないし、ね、批判殺到、なんで、祝福し、されるべきなのに、批判殺到なんですかね、恋愛って。恋愛って人間がするものでしょって感じなんですけどね。はい。人間として当たり前だと思うんですけどね。はい。まあ、本当にね。なんか10分、よくて10分、10分もする。やがて10分しますね。なんか10分も喋ってるような感じですけど。ごめんなさいね。僕の、勝手に喋ってるだけなので、聞き流してもいいので別に、あれなんですけどね。はい。てなわけで、今回の話は、女優のじゃなくて、女優って言っちゃうな。もう、アイドルのね、AKB48 のね、センターの、岡田奈々さんに批判殺到されていたことについてのね、お話でした。
もう10分も喋ってるね、本当にね。声で。なんか声で喋るとちょっと楽になりますね。なんか、ビデオカメラで喋るより、なんかね、声で喋るのなんか、ちょっと楽なしますね。はい。じゃ終わりますね。じゃあ、ご視聴ありがとう。ご清聴になるのかな？ありがとうございます。では、失礼します。